こんにちは、こんばんは、です。今回は信号絶のビーラやっていきたいと思います。ただいま7時3分でございます。やっていきましょう。いいね、動くバナーだね。で、極みがダメをワープで、ワープがびっくりで、まあ、ゼロコンティニュー、属性効果アップ、ハートなしで、受けたダメージに応じて攻撃力アップ。はい、やっていきましょう。で、ダメオで焼かれた方がいいよって感じだとは思うんだけど、どうしよっか。こんな感じでいってみるか。いきましょう。はい、とりあえずダメをワープだけど、ダメを食らった方がいい かもしれないんだよね。神社反射か。これ反射でハマった方がいいね。はい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 。あ、ちょっと待って、これ違うんじゃない？ちょっと待って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 、こういうことじゃない？なるほど。ダメよ。ヒーリング、あー、ヒーリングオールか。ダメだよね、ゲージ。怖い。どれぐらい食らっていいのか分かんない。で、こいつは、この子はゲージがワープだから、そうね。ちょっと待って。ってことは、この子もゲージワープじゃない？はい、ってことは小町のターンやられそう。じゃあワープだけでいいかもしんない。 OK、 ちょっとワープだけでいこう。こんな感じで2回目やっていきたいと思います。とりあえずワープソートして来てみたよと、入れてみたよって感じ。はい、行きましょう。シュリンガーラがね、やっと前回勝てた感じだから、これはどうにもなんないよね、多分。ちょっと待って、一回はまってみる。あ、いけるんだ。おはまりはいけるんだね。あー、いい。こんな感じ。あ、でもヒーリングの量は高いね。まあ、ステージによって変わりそうだけど。え、強くない？これ多分アンチワープで回復アビリティ持ってるやつが強いんじゃないかな、多分。こんな感じだよね、多分ね。バトル1、そうだね。アンチワープ、回復、ポルトス。惜しい。なるほどなるほど。これ同時処理っぽいね。お、待って、強いかも。これキラー刺さってるぞ。マフージ M 持ってます、強火でね。あ、小町強え。でも蘇生、そうだね、5ターン。オッケー。レーザー意外と痛いね。いや、怖いよ、怖い怖い。
新しいね、こういうステージね。ダメを食らいなさいっていう。神社、これ当たりそうだな。これこの子強いんじゃない？ヒーラー結構刺さってるよ、この子ね。ヒタギ、発音わかんないけど、はい。でこれでダメオが出るので、弱点が上か下だったら優しいんだけど、なるほど。ちょっと待ってね、怖い。あとも結構回復してる。え、で弱点殴ってれば倒せてるか。あー、なるほど、全回復ではない。そういうことね、そういうことね。これ意外と盾あるな。オッケー、突破、バトル4かな。おお、いや、ジンジャージンジャー。この子ずらすか。反射ではまりやすいように。これビーラーの進化前か。超アンチャープ、神社、オッケー。お、あ、壊せないようにしてんのかな、ビットンで。ダメを、あ、ヒーリングオールか。はい、これ小町強いかも。だって SS で回復できるもんね。あ、強い。二重に貼られたか。オッケー、ここで下に入る。あ、入れなかった。でもまだ大丈夫ね、まだいける。横にしよう。はい、ほい、オッケー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 。でもまだ続くよね、まだだね。はい、バトル5。カナタをちょっとずらしいの。次がアバロンなんだよね。入れるかな、神社。右の上、右上のやつ行きたいんだよね。いけた？勝てえね。なるほど。で、とりあえずダメを出します。オッケー？そっちか。いや、これ確かに、うん、大変だな。はい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 。あ、これ総合ソーセージじゃない？あ、ゲージ決めちゃったよ。はい、これ SS 打ちます。暴れとかいっか。スライドショット、守らせてください。俺の
おっと、なるほど、オッケーオッケーオッケー、もう一回行こう。はい、あーなるほどね。え、ちょっとやばい、だから長期下げよう。で、長期入ってかなた、オッケー。これブリトラ、あーそれ困る。かなた打てる、長期も打てる。よし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 、そうだね。じゃあいい、ちょっとスピードアップして回復しながら行こう。あーこれ何、割と弱点当たってなきゃダメなの、しかも回復するし。プレッシャーと、で回復でしょ。これ暴れよっか、スライクショット。いや長期強くね。そう、総合蘇生じゃないのは分かったんだけど、使っとくか。スライクショット。とりあえず使って先を見よう。よし。オッケー。今カナタ強い状態なんで。で31ターン。ふう。神社。23。最悪。いいかも。はい、オッケーオッケー。神社にはまってもいいんだよ結局。いやうぜー、攻撃はなし。え、やば、いいじゃん回復で。究極でもカナタ強いんじゃないかとは言われてるからね。ダメよね。ん？ヒーリングオールか。これわかんないんだよな、ダメージ量が。そんなに痛くないと信じよう。あ、そこまで痛くない。削り間に合わないかも。痛い痛い痛い。クロスレーザー。これ。これちょっと謎、謎だなこれ。え、これ死ぬよね。チョギの SS があったら多分倒せてる。
全然回復しないんだもんこれ。でクロスレーザー、なるほど、これ攻めるしかないね。オッケー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 、その勇気、その力、そういうこと。ギリギリで行けってこと。オッケー、じゃあザコ来る、あれザコ来るんじゃないの。いやーこれここ貫通がいいな。え、これつらっ。だって横で弾いたらビーラーの左にいたら回復できないでしょ。で裏、え、つらっ。え、これつらいね。理想は多分ここで入る。やめて、回復しよう。あ、回復しようって。待って待って、ダメダメじゃ、ダメじゃ、こいつダメを持ってねえし。はい、もう一回ボス戦に行けるまで行きましょう。ボス戦やってきましたので行きましょう。ちょっと入りやすいんでしょ。先ほどに引き続いてそのままで、とりあえず来れましたね。はい、これさ、雑魚処理に結構単かかっちゃうんだけど。ぐるぐるでもよさいっと。こんなんじゃダメなの。使えるもんは使っとこうか。あれ、上のダメオがないんだけど。これショット。はい、いなくなっちゃうんだよね。そう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 、痛い。いや、まだだな。90。あ、いい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 。え、めちゃくちゃいいじゃん。これね、回復する8000で、ここで攻めます。弱点右なら。うわー、優しくない。あー、いい。これは多分貫通が動きづらいようにしてるんだろうね。22 20。ほい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 、なるほど。多分使わなくても倒せると思うんだけど、使うか。つらくちゃった。守らせてください。お、ナイクリー。その力、
まあ後でね全回復してくれるから、はいボス2入りづら、この一旦もったいないよね、続き処理できないから。まあ、ここで回復できるからいいんだけど、彼方でね入ります。次遅延でしょ、はい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 、あの神社がね多分、全回復最強最強、うわいや大変だわこれ。多分ねこれね貫通で殴りづらくしてるんだよね。角度つけなさすぎなのかな。ストライクショット、こんな感じだね。オッケー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 。本当はもうちょっと下って SS ため直しできたらいいなと思ったんだけど、ガイドよありがとう。キラーね、で、ここ待ちはシュンシュンシュン、惜しい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 、回復も忘れないでちゃんと。この攻撃怖いな。痛えけど。はい、なるほどなるほどなるほど、はい、ラスボスまで来ましたのでやっていきましょう。一応何回も、連続でねラスボスには来てるんですけど、今長飛で斜めで入っていい感じでなったんだけど、マッチは SS 使おうかな、これこ怖いもんね。ストライクショット上に当てられた方が良かったか、オッケー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 、これさ、絶対当てて上に行ってってことでしょ。そういうことだよね。
今のは角度が悪かった。オッケー。ブラックショット。オッケー。レーザー。これ大丈夫じゃない？多分。あ、でもヒーリングウォールはあれだ、ちゃんとした方がいいね。これ次 SS 出るんでヒールします。で暴れます。次、はい、ストライクショット。守らせてください。これいけるね。当たれ。オッケー。とりあえず1時間でクリアできましたね。オッケー。長期のあれ角打ち、角打って斜めスーンって入るのは良かったね。バトルに多分そこはちょっと入ってないと思うんですけど、はい、落ちなかった。ここも一応落ちるんだよね。はい、ってことで今回は豪絶の究極ですねが、あ、違う違う、極みをクリアできて、とりあえず究極解放できたので、次回はとりあえずビーラの究極、はい、やっていきたいと思います。まだ集計は、はい、出てないですね。改めまして今回は豪絶ビーラの極み極ですねに挑戦、初日初見で挑戦した動画でございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。